株式会社ラジオ関西は兵庫県を放送対象地域とする中波放送の特定地上機関放送事業者である。どのラジオネットワークにも参加していない独立放送局で本社は神戸ハーバーランドにある。1952年4月1日に中波放送局として開局した。全国10番目の民放ラジオで開局当初はラジオ神戸として放送し、 日本初のプロ野球ナイター中継や電話リクエスト番組を同年に実施。また、旧愛賞は AM 神戸など、神戸新聞社が筆頭株主で同社の連結主会社である。本社である神戸情報文化ビルは神戸新聞社とラジオ関西が共同で所有する。新聞のラジオ欄では関西と略して表示される。元々は NRN に加盟していたが、 読売ジャイアンツ戦の生中継をめぐり、1978年に NRN を脱退。それ以後は独立系のラジオ局として、独自の編成が主体だが、番組販売購入による NRN と JRN とのネット関係は引き続き行う。また同じ独立系の神奈川県の RF、ラジオ日本、岐阜県の岐阜放送ラジオと連携して、番組供給も行っている。なお、 独立 AM 局では地方民間放送共同制作協議会には岐阜放送と共に加盟している。キャッチコピーはオールウェイズトゥゲザーいつも一緒。ダイヤルは左の端、神戸からの優しい風、あなたに送るメッセージ、神戸からあなたへ、などがある。開局時の正式名称は神戸放送で愛称がラジオ神戸。1960年に両者とも ラジオ関西にしている。東浦町に、現送信書が完成した1994年10月1日から、送信書完成記念事業の一環として制定した、AM 神戸の愛称を使用。だが2005年の阪神、淡路大震災10周年を機に、ラジオ関西というオリジナルブランド名の再生と、統一イメージの徹底を図るために、社名故障。 表記を統一する運びとなり、2004年4月より、段階的に愛称を社名と同じラジオ関西に戻していき、2005年1月1日に完全移行した。ただし、外部制作の一部番組では、今も AM 神戸の名称が使用されることもある。略称は、愛称が AM 神戸になる以前は、コールサイン、ジョックアから CR が、 AM 神戸時代は a 遠系が使われてきたが2004年12月1日付で c r 系に変更した。また2004年12月1日付でウェブサイトの URL やメールアドレスも変更された。企業、団体は当時の名称。出店、 1978年3月31日1992年3月31日2003年3月31日、開局当初のジョックアラジオ神戸淡路送信所。淡路送信所は日本標準実施5 0 0にほど近いため、その統計135度にちなみ高さ135メートルであり、指向性をかけるため、同じ高さの送信等が2本立っている。 FM 保完中継局は2019年4月1日に本放送開始。山口放送、日本通信機によって開発された FM 同期放送システムを導入し、神戸と姫路で同一周波数送信を実施している。このほか、スタジオではないが、直接送信所に送り出しが可能な非常用の放送設備が、兵庫県庁と神戸市西区にあるラジオ関西のレコード倉庫内。 淡路ジ送信所内に存在する。以下のケーブルテレビ局で再送信されている。いずれも FM 派に変換されている。ラジオ関西のサービスエリア内であるにもかかわらず、ラジオ関西の送信施設と受信地の地形、位置の問題により正常な聴取が難しいための装置である。上町内では、地形的な原因で、AM ラジオが難聴取となっており、それを改善するため、 受信障害対策中継放送による中継局を、上町が設置、2017年1月24日に、予備免許が、同年3月13日に、本免許が交付され、同年11月1日に開局した。受信が良好な豊岡市内に、AM の受信局を設け、受信した放送を FM 派に変換し、イントラネットを経由して、 町内11カ所の中継局から周波数 77.8MHz で再送信する。この方式による中継局の設置は全国初となる。自社制作の生ワイド、収録放送ともに番組の一部をポッドキャストで無料配信を行っているほか、以下の番組については Android や iOS などのスマートフォン。 タブレット向けに公式アプリが提供されており、アプリ内からは番組本編が全編が聴取できるほか、リスナーメッセージの投稿が可能であるなど、他局に比べインターネット配信に精力的である。関西地区のラジオ局では、ラジオ大阪と同じくアニメ、声優関係の番組が多い。その歴史は古く1986年には、青春ラジメニアの前身となる。 アニメ玉手箱を放送開始、さらに1991年には前日の通りラジオ、関西の番組供給を行っているラジオ日本で突如打ち切りとなった、林原めぐみのハートフルステーションを引き取る形で放送を開始している。2005年6月30日より、木曜から日曜の深夜帯を兄マドッとコムとしてくくり、枠内の番組を充実させた。なお、 ラジオ関西が制作するアニラジ番組は本社スタジオから放送の青春ラジメニア渡辺フラワームサのアニソンベアなどの一部を除けば東京で制作されることが多いメールアドレスは自社制作の番組については anitama.com を使っているラジオ関西は長らく24時間放送を行っておらず朝は5時開始、放送終了は 深夜2から3時前後までの放送であった。その後2000年代には、レギュラー番組の特番で週夜放送になるなど、通常期でも週夜放送を行える環境が徐々に整っていったが、2007年の開局55周年を機に放送をコンピュータ管理で行う新たな創出システムを開発し、また2006年度下半期18時代の 名曲ラジオ関西枠の深夜帯への移動、NRNK 一部番組の購入により、2007年4月2日、近畿地方の民間放送ラジオ局で最も遅く、完全24時間放送を開始するようになった。平日の、オールナイト日本エバーグリーンはネット開始当初の、半年は4時開始の1時間ネットだったが、2007年10月2日、未明の放送回より3時の2時間フルネットに、 移行した。なお編成の都合で金曜、土曜深夜は長らくネットしていなかったが、金曜分に限り2012年10月5日付深夜からネットしている。新しい放送システムでは時間管理も行われている。システム導入前はパーソナリティが、時報の読み上げを行う場合もあったが、導入後は自動音声になっており、また、無音状態が続く場合には、 bgm などを自動で挿入する。このためスタジオ内には、時間や段取り等が示されるモニターが設置されている。2021年1月現在の民間中波ラジオ局では、岐阜チャン、山梨放送、北日本放送、山陰放送、琉球放送、ラジオ沖縄、同じく民間県域 FM ラジオ局では、FM 富士 FM 愛媛は24時間放送を実施していない。 2016年4月より、毎週日曜深夜の3時5時の2時間、放送機器メンテナンスによる休止時間を設けたため、一旦完全24時間放送ではなくなった。このため、この時点で完全24時間放送を行う民放中派局は北海道の2局のみとなった。2021年1月より、オールナイト日本ゼロ、 の土曜日の放送開始による日曜深夜への番組移動により完全24時間放送が再開される。NRNJRNMBS ラジオ独立教区、日本テレビその他、海の見える放送局編成アナウンスの中では、必ず、神戸本局は、指向性アンテナで送信していることを伝えていると、英語表現した時期もある。2021年7月7日2時28分20秒。 現在、ふとじは、自社制作番組。九百六十六年四月から九百七十二年三月までの番組編成では、聴取する状況や傾向に応じて、以下のようなタイムゾーンを設定していた。九百七十年代末期から九百八十年代初期には、関西地方に三球団の本拠地が集中していた、パシフィックリーグの公式戦を自社制作で中継する。 構想があったため、公立中学校の教師だった岩崎和夫などを中途採用扱いで入社させていた。岩崎は入社後に、スポーツ実況の研修を受けていたが、後に構想が頓挫したため、スポーツの担当から外れた。大社、OB、人事異動も含む50音順。ありがとうございます。